お話を伺うのは堀田大樹さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさあそれでは本日のお題をお願いいたします、はい、今日のお題は心の目です、えー、このお寺ですけども、うん、曽祖父私のひいおじいちゃんが建てたお寺でございます、うん、いわゆる普通の一般家庭のまあ当時なので、えー、と農家 の出なんですけども、はいえっと、明治に生まれまして21歳の時に当時、えー、大正13年ですのでいわゆる、えっと、徴兵ですね、はい、徴兵の検査を受けるわけです、うん、その検査が終わった後に、えっとに発熱がありまして、えー、で結構、結構ないわゆる40度以上の熱が1週間ほど続きまして発熱が原因で目が悪くなっていると。うん 軍隊のお医者さんから、うん、いわゆるその目を治してから来年もう一度来なさいと、まあ、いわゆる取り消しですね手術に行くんですね、うんうん、でえっとなんいんですか眼球の切開なんと7回も受けまして医療ミスで、まあ、全盲とあ<ー>いわゆる目が見えなくなってしまいました<ー>当時23歳で目が見えなくなる、うん、とても落胆をしたそうです当然あの兵隊にもいっ いけ,い,いけざくいう、ねはい、もういわゆるその入隊の道は閉ざされました、うん、一応目が見えなくてもできる仕事を紹介してもらって、うんえー、行っていたそうなんですけれども、うん、やはりどうしても目が見えないので死んでしまいたいとその後人の魂というのは本当にあるのだろうかと考えるようになります、うんえー、世界各国いろんなところに宗教はありますいろんな宗教があるということは 魂はある。なるほど。というふうに考えるんですね、えー。魂があると信じているからそこに宗教ともだ存在するんじゃないか、はい、ということですね。うんうん、はい。そしてその中で魂が残るということは苦しいまま亡くなってしまうと肉体はなくなりますけれども苦しい心だけが残るわけですね。うん、なんでこのままじゃいかんとこのことに気づいて宗教を信仰するわけであります。ほったけは。 もともと日蓮宗の段家だったんですなのでこの日蓮宗そして法華経を信仰しようという風になったそうです、うん、今はもうないそうなんですけれどもいわゆる修行の場があるんですね<ー>こういわゆる自然の滝があってそこにちっちゃなお堂があってでいわゆる観音様が祀られているお堂があったそうなんですいろいろな修行をされるんですけどもここでお坊さんになろう と決意されたそうですそこのお堂の他にまだもう一つお堂があるんですまた別の滝に<ー>そこでの修行やあといろいろなお寺さんを当時なので歩いて長崎県のお寺さん佐賀県で熊本県でそのまま今度は本州の方に行っていわゆる日蓮宗の大きなお寺さんを歩いて回るんですね。 そ,れはあのその時にはもう全盲でいらしたわけでしょはい、おじゃないですよ、ねはい、その時は六、うんえー、つ下の弟がいらっしゃったらしいんですけども、うん、その弟様も素晴らしいです、ねはい、そうですすねねそういわゆる「暗ん修行」っていうんですけども、うん、その「暗ん修行」を1年かけて、えー、回られました<ー>そういった、えー、修行を、えー、ずっと経て日蓮習では一応 初めて、えっと、いわゆる全盲の目の目見えなないおお坊坊ささんんとしてて初めてお坊さんになったそうです<ー>その後ですね、えー、昭和9年にこの場にこんな大きいわけではなくてもうこれの3分の1から4分の1ほどのちっちゃなお堂を建てられます。うんうん、でその後改築を進めましてようやくこの形になりました。20代前半で 全になって一度は人生を諦めかけた曽祖,祖父ですがこのお釈迦様仏様に出会って「法華経」というお経に出会ってから「無上道に入ることができたとも,うものすごく喜んだそうです。 ひいおじい様が目が見えなくなってしまったことによって西洋が馬じゃないですけども結果的に兵隊に行かなかったわけだからそこでもしかするとね目がずっと見えてたら兵隊に取られて戦争に行って戦死してたかもしれないわけじゃないですかでも目が見えなくなったことによってご自身で新たな道というのを見つけて結果的に多くの人たちの心を変えていったと思うんですよこれが本当に僕素晴らしいなと思ってますね。 この目が見えないお坊さんというエピソードですけども、うん、お釈迦様のお弟子さんの中にも全盲のお坊さんがいらっしゃったそうです。うん、アヌルダというんですけども100人以上のお弟子さんがいる中で、うん、お釈迦様はいろんな説法とか、うんえー、教えを説かれるわけですけども居眠りをされてしまったそうなんです <laughs> うとうとと。そはい、はい、そしてさすがにその時はお釈迦様も 怒ったそうです寝ちゃダメだぞと、うん、それで改心をされて不眠の誓いというのを立てられるんです<ー>やっぱりお釈迦様もそれは心配になりましてあぬあぬるだよ寝なさいとさすがに寝なさいと <laughs>、ねね、<laughs> 結果的にやはりその不眠がたたって目が見えなくなりました、うん、ただこの目が見えなくなった時にこの アヌルダは、えー、悟りを開いたそうですそんな中アヌルダが着ていた衣が破れてしまいました、まあ、目が見えないので、えー、針にこう糸を通すことができませんよねやっぱりどうしても手の感覚だけじゃちょっと厳しいということでなのでこのアヌルダは、えー、道に立ちまして、えーとまあ、いわゆる一般の大衆の方に声をかけるわけですね。えー、誰か 私を助けてくださいといい行いをしませんかこの針に誰か糸を通してくださいと徳を詰めますよと声をかけるわけです、うん、すると一人の男性が近づいてきます私にその良い行いをさせてくださいとお釈迦様だったんですねほほほこれにびっくりしたアヌルダはいやいややめてくださいと、うん あなたは悟りも開いてますし誰よりも幸せですのでこんなことをしなくてもいいんですよと問いかけます今更徳を積まなくてもねそうですねはいお釈迦様はいやいやそうじゃないよ誰よりも幸せを願っているのは実はこの私だと私の最終目標はみんなが幸せそして悟りを開いてもらうことこそが 真の目的だとおっしゃったそうですうそれを聞いてアヌルダは目が見えないながらも涙しましたこの時に本当の意味でアヌルダは悟りを開いたそうです。は<ー>はい、なので、えー、十大弟子というふうに呼ばれるんですけどもその中でも天元第一。 本当の目ですね。はい。ね、いわゆるこう<ー>第三の目じゃないですけども、あ<ー>それを開かれるわけですね。何か人にいいことをしようと思った時に、ね、はい、例えばお釈迦様ほどの人だったら一度に大勢の人に与えることができるし、はい、例えば高名神とかあったら、うん、もっと目立つことをしたいと思ったりすると思うんですよ。なんだけども目の見えない、もしかすると気づかれもしない。はい 本当にささいな小さな親切でさえ、うん、お釈迦様はちゃんとやろうとしてるわけじゃないですか、はい、ハリンの穴に糸を通すっていうのはほんのささいなことっていう一つの象徴かもしれないと思うんですよね、はいうん、そういうことにちゃんと心を砕ける、はい、お釈迦様が素晴らしいそうですね、うん、お釈迦様とアヌルダのこの心の通ったエピソードですけどもこの仏様の心心の目というのは皆さんが平等に 生まれた時から持っているんですねもうすでに持っているとはい例えば愛する心優しい心、うん、人を思いやる心、うん、そして手助けをする心といったですねいわゆる真心なんて言いますねそしてこの仏の心を使う人とそれに気づいてない人なんですね、うん、なるほどひ、はい日おじい様がもうそうだしアヌルダもそうだし その何かを失うその時にどうその発想を転換できるかって、うん、その時にこそもしかすると心の目というのが開かれるチャンスがあるのかもねってってそうですねで、とってもジーンといたしました本日はどうもありがとうございましたありがとうございました